ひろし BKK 様ハートありがとう。こんにちは、みっちお断りです。テキサスのロンスターさんバラありがとう。こんにちは。今日は雪が降っているのでどこにも行けませんでした。配信待ってた、本当待ってくれたのありがとうございます。ありがとう。おたけさんコバありがとう。雪だったよ。としきさんキラキラありがとう。らくさんキラキラありがとう。こんにちは。あ、こんぐらい。今の声こんな感じです。今の声これだよこれが結構治ってきた方です。今だいぶ治ってきましたよ今から花かっぱ見る。花かっぱ違う、おしゃれ丸だ。今おしゃれ丸やってるよ。みんな、え、違う、これおしゃれ丸かな。おしゃれ見てるよ。これ私は二刀流です。二刀流でやってます。これと漢方で、漢方はなんだっけ、なんて読むんだっけ、強制破滴丸、強制破滴丸っていう声の借りに聞く漢方と、これとこれでどうにかやってます。
もしかして何してる？何なう？何してるの？こんにちは。あ、歯医者どうだった？いい成績でしたか？歯医者どうだった？運転中、安全運転でね。安全運転。
かさ、スタバとか行っても何頼んだらいいか分かんない。あったかいもの分からんくて、いつもフラペチーノ飲んでる。ハリーポッターメガネひげおじさん、ハートありがとう。コーヒー飲めなくてさ、紅茶も飲めないからさ、いつも分からない、何がいいのか分かりません。カフェとか行っても大体コーヒー系しかない、カフェラテとか。コーンスープ、あ、コーンスープまだ飲んでない、今年飲みたい。したら
け直そうと思ったら、音声私一生懸命喋ってたのに嘘全部みんななんか無視してくるなと思ったんですよ。全然みんな挨拶打ってくれんやと思ったら無音だったんですが、口爆配信だった。悲しい。喋ってたよ。さあおもろ。みんなは一発芸とかする必要はないよって。
しくつかない。豚がいるの、店の前に。こんにちは。皆さん、お仕事帰りの方気をつけて帰ってくださいね。雪とか降ってる地域もあるので気をつけてください。あと、なんか今日さっきテレビで広島の事故のニュース流れてきて、みんなも気をつけて安全運転でね。あの、なんかね、車が線路内に入っちゃったみたいなニュースがあってさ、乗ってた方は逃げたらしい。ちゃんとぶつかる前に脱出できたらしいけど、電車で車が近くの民家に突っ込んじゃったらしい。飛ばされて。さっきそれニュースで見たから、みんなも気をつけてくださいね。安全運転でね。南光さん、ハートありがとう。さっき帰宅した。お帰り。お帰りなさい。実家のテレビがでかくなってて、いつの間にか私が広島に行ってからテレビがでかくなってるんですけど、テレビのさ、テレビ台が昔のままだからアンバランスなんだよね。めっちゃアンバランス。テレビ台ちっちゃいのにテレビだけはみ出してでかい。普通逆よ。何何、え、待って待って、え、
寸劇してる。最高最高。え、そこの前なんかのフェスかなんかで廊下ですれ違ったんですよ、鎮西鈴鹿さんと。はぁ、だってさ、小学校の時から好きだから、小5ぐらい、小4か小5ぐらいから好きだから、15年越しの再会ではないけど、15年越しにさ、15年前の私の中の憧れの方とお会いできて嬉しかった。お話ししてないけど、お疲れ様ですしか言ってないけど、あの顔はもうなんかそんな冷静をそってお疲れ様ですみたいな感じで言ったけど、内心さんは、この前ミニ
しさん、ハト、さとこさん、キラキラ、ありがとう、マロさん、キラキラ、ありがとう。ほんとじゃん。そうだわ。ね、なんかメディアで紹介されると、もっと人気になっちゃうから、早めに行かなきゃいけません。Yeah.